大河内明生、大河内明生、明治15年8月15日は、幕末の大名、上野国高崎藩の最後の藩主、高崎藩大河内松平家11代、はじめ、松平星を称した、第9代藩主、松平明長の長男、母は、堀田正俊の娘。幼名は京三郎、忌み川はじめ輝き照らし、 輝き子へと称する。性質は、酒井忠志発の娘。形質は、杉原氏。子は、大河内明子、戸田市周、京子、娘。諸子に、横浜事件の研究者の一人、大河内光隆がいる。安政6年12月15日、将軍、徳川家持に配越する。万、ま、円元年8月24日、家督を継いだ。 文久2年12月11日、樹五石田宇京介に助任された。元治元年、天狗党の鎮圧を命じられ、11月16日に、下仁田で高崎藩兵と天狗党が戦うが、36名の死者を出して敗走する。慶応2年、藩政、軍政の近代化をはじめ、農兵を募って、共心隊を結成した。8月5日、甲府城代を命じられる。 慶応3年9月6日、総社番に就任した。同年10月29日、陸軍武行並みに就任した。慶応4年一1月20日、辞任する。同年うる4月4日、上落する。幕末動乱の時代にあって、軍費の増大と役職に伴う出費、不大大名としての見栄を張るための資質が財政を圧迫したため、本領の高崎領五万国に、 八甲二民の重税を課した。慶応四年四月、松平聖を改め、本聖の大河町に服する。明治二年に藩籍法還が直令された後は、地藩寺として給料土を統治し、明治四年に廃藩地権を迎えた。その後、大学南校で英語を学び、東京に英学校を設立した。なお、半赤奉還後すぐに数千人の高崎領民が、 重税撤廃を求めて何度かデモンストレーションを決行したが、その度に代表者を監禁、処刑するなどしてしのいだ。感覚的教養による中国文化愛好者としても知られ、日本に赴任した新国講師、遺憾、アキラとの交流の記録は大川知文書に述べられている。ありがとうございます。